さあやっていきましょう。大変お待たせいたしました。マダムデビー攻略します。まあ、リューパですね。リューパコスト180のリューパなんですけども、とはいえね、必須ゴマがあるんですよ。必須キャラがあるんですよ。ベノバジーラーニ、はい、必須です。もう超必須これはね。でどっちか1体持ってるって人はベノバジーラーニリーダーで、まあ両方持ってないっていう人は期間中に、このイベント期間中に逆転コインにベノムバジリスクが並ぶのを祈って交換してスキルマにして、そいつをリーダーにするか、まあガチャで当てるか、あとはそうですね、まあ、占有枠にベノマジラーニンを選んでラストバトルで、まあ、その紙引きをするみたいなゲートをするぐらいですかね。うん、結構むずいんですよ正直言うと。でリューパ以外でも正直攻略を考えたんですけど、まあ、きつい、正直やっぱリューパだなと。うん、で編成難易度をできるだけ落としたつもりではあるんですけど、やっぱ高いわこれ。今見たら超ゴマ3枚入ってるもんまあこのレジェに至ってはトーカランドタイランドでも別に代用できるんだけど、トーカランドタイランド持ってる人ってそんないないじゃん。で、まあ、ファイアドレイクは正直、まあ、ガルアとかジーラでも OK、 決戦キャラのね。でリューレイもガルアとかジーラでも全然 OK。 もうこのね、このマダムデビー絶球っていうのは最後にベノマジラーニを引けるかどうかのゲームなんですよ。でベノマジラーニ引いて、かつ、まあ、手駒がそんな事故ってなければ勝てます。投げたらコスト200やったらもっと楽に勝てますってことなんで、まあ、とりあえずやっていきましょうか。専用はラーニを選択しましたって言ってもそんなに勝率悪くないですよ。うん、やってみればね割と勝てたりするんで、まあでもそうですね、まあ、結構ちょっと聞かれると思うので答えておくと、このマダムデビってどれがおすすめですかと。10日個人的には、まあ、正直どれもおすすめではあります。でもどれか一人しか作りたくないっていうか作れる余裕がないって人はまあ、うん、デビリエルかな。汎用性高いし、まあ、デビリエルが汎用性高くていいかなと。まあそれかデビなんだっけ、デビクトリアかな。うん、この2枚がおすすめですかね。お、これいいね。スマートに折りましたね。スマートにリターン券。ほら、もうリターンで1640。いいね。非常にいい。これ、サラマンダーとか、イルンダシオンを引かなければ全然 OK なんで。OK。バトル2、デビス。まあ、デビスもおすすめではあるんですけど、1.1 倍ずつっていうのがね、ちょっとネックかなって思ったので。手加減は無用ね。手加減無用ですよ。手加減しないでね、デビスさん。ただこれまあレオノーラ置きましょうかね。返される可能性結構高いんですけど、まあ置いときましょうか。うん、返されなければいいぐらいの感じで。返せないよ、絶対返せない。オッケー、紙引き、紙引き紙引きというかな、というかって感じだな。あ、え、これもしかして、もしかして、あ、さすがにダメか。まだこれね、こういうクエストとかだと、ハイとなれみたいなセリフを吐くんですよ。このフォーマルハートさんは。そのなんか、とどめのセリフを吐かないということは、まだ届かないという指標になってますね。はい。ラーニ。まあ、このラーニ君は正直、道中では出なくて OK。ラストバトル以外では出なくていいんだよ。まあ、別にコンボスキル強いから、悪くはないんだけども。けど、良くはない。さあ、今のところ調子いいね。大してダメージ受けてないですね。できる限りやっぱ HP は保ったままラストバトルに臨みたいんで。あ、いいね、手駒。これいいね、普通に。やばいね。あ、そっちに置いてきた。4分の1のうちそっちを打ってきた。4個打つところあったんだけど。ってことはここを置くことによってサマーアルのコンボが確定するんですよ。あ、これは良心的な布陣でございますことね。これはありがたいね。しかしデヴィ夫人もすごいよね。やっぱその結構ご老体だと思うんだけど、シャキシャキしてるよね。すごいわデヴィ夫人。いや、なんでデヴィ夫人の話になるんだ攻略じゃなかったのか。攻略だぞ攻略。いや、デヴィ夫人を攻略、いや、そっちの攻略じゃないから。そっちの攻略じゃねえから。そっちの攻略じゃ、ちげえし、ちげえし。はい、いや、嘘です、嘘です。こんなね、茶番を置いといて、行きましょう。で、これ、クリームヒルトちゃん、結構やばいんだよ。クリス・パルト、
なんだっけパリス・ヒルトンだ全然違うわクリム・ヒルトとパリス・ヒルトンね、ちょっと似てるような気がするんですけど、どうでしょうかね。で、これ何がやばいって、このパリス・ヒルトンさ、コンボスキルがね、この段階で使えちゃうっていうことなんだよね。で、これはまあパリス・ヒルトン返しとこうか。で、これコンボスキル何、あ、割と強いね。これパリス・ヒルトン返しておきましょう。これホーマルハウト、ほんと強いわ。うん、これ舐めてるけど普通に強いからね、ホーマルハウト君ね。あ、これありがてー。これね、何がありがたいって、このイクシラのコンボも使ってこなかったし、ブリッツドラゴンの導火線が繋がってるってことなんだけども、これまだ届かないな、多分まだ届かねえなー。で、次のターン、確か俺の記憶が正しかったらウルスン、ウルさん来るんですよ。ウルスンってなんだ、ちょっと待って、計算していい？ 1899×1.6 倍で、だいたい、まあ、2000、いや3000か、3000か、いやダメだ、足りないな、こっち行こう、多分足りない今のは。あ、ちゃうわ、アルシャやちゃうわちゃうわ、この後に売るや、うん、確かそうやった気する。なんでそれを知ってるかっていうと、それで負けたことがあるからや。てかこれやばくない？ちょっともう頼むぞ、いる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 、あぶねえな、おい、本当にもう。あぶねえ、これオーラスキル1枚でもかけてたら多分無理だったね。いや、多分ってか絶対無理だったね。あぶねえよ、本当にもう。いや、ここ割と実は鬼門ではあるんだよね。このバトル4。バトル4鬼門。で、バトル5はサービスポイント。いや、今の危なかったな。あー、ラーニさん。ちょっと出勤一歩早いよね。ラーニっていつも出勤一歩早いんだよね。一歩遅くね？そう。バトル6で、あなたは見たいな。晴れ姿を。ラーニの晴れ姿を見たいな。君一人でこいつらの相手のこの毒をね、裁き切ると。それを見たいんですよ。で、ちなみに今置いた罠は、これカミュなんで、まあ。ほら、今聞こえた？カミュの声。カミュのちょっとなんか可愛らしい。何っていう、うん、可愛らしい声。まあ一応気をつけましょう。って言ってもまあ5000ぐらいだったら全然削れるんですけどね、よっぽど手駒事故なければ。さあ頼むぞ、ここだよ、ここですよ。よし、いけた、あぶねえ、よかったよ本当にもう。で、あ、こっち来たか、あー、こっちに来たか、どうしよっかな。ちょっと待ってね、これあっちに置いた場合、いや普通にこれ対角線上取っていいな。うん、そしたらラーに確実に置けますね。 いつもねこれね B の3に相手置いてくるんですよね。そうした場合ちょっと戦法が変わったんですけど、 OK、 これでラーニを安心して置ける。ただこのターンで置こうかどうかちょっと迷ってるんだよね。このターンで置かなくてもいいんだよ、正直言うと。次のターンに置いた方がなんか一旦分なんかほら得してる気分になるんだよね。ちょっと待ってね、考えますね。これ C の1っていうか、あの2に置いた場合、まあ、スパルモのコンボ来るけど、まだ一旦耐えるとして、いや、やっぱやめとこうかな。ちょっと怖いよな。次、確かルエド来るんですよ。で、ルエド、あ、やばいな。オッケー。やめとこう。デビリール返しとこう。うん。安定行動に徹しよう。安定行動。安定行動を乱すな。男子女子、男子女子で交互に並べ。団体行動だね、それね。ほいや。フォーマルハウツ。いいぞ。ちょっと待てよ。これ考えます。どこに置こうか。どこに置いても基本的には変わらないんだけど、一応考えますね。B6 に置いたら返されることはないけど、その分コンボスキルが使えない。で、C の2に置いた場合、スパルモのコンボが来ると。けど、D の1に置くことができる。いや、置くことができないか。あ、できるか。うん。あ、いや、できないか。で、やっ、ここかな、やっぱ。うん。一番ここ返される確率低いっしょ。うん。だって今ね、B の4だったら2択で返されてたから、AI を信じる！くそー！信じた俺がバカだったよ。いやー、これ大丈夫かな。ちょっと足りるかどうか不安になってきたぞ。待てよ。サマーアルンを置いた場合、あーこれね、サマーアルンコンボスキルで使いたいな。サマーアルンをバフ要因で使った場合、
その後2手先で倒せるかどうかなんだよね。一応考える。なんか俺負けたくないからさ、なんか油断して。もし B5 に置いた場合、相手の置く確率は1、2、3、4、5分の1か。OK。行こう。これ行こう。頼むよ。信じてるよ。AI。君のことを信じている。愛している。お願いだ。君も私の愛に応えてくれないのかい。いや、まあいいさ。いいさ、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 いいさ。次のターン耐えればいいんだろ。それか、あ、ラー、いいね。え、ちょっと待って、これ、このターン耐えたらいけるぞ。で、相手コンボスキル使えないだろ。このターンぐらい耐えるだろ。さすがに毒はやばいとはいえ。あ、オッケー。このボイスが来たってことは耐えるんですよ。よし、よかった。オッケー、勝ちましたね。これはさすがに勝ったろ。はい、となるがよい。オッケー、勝てました、勝てました。とはいえ、やっぱむずいわ。やっぱむずいわ。うん。最後、ベロマジラーニ2体は欲しいな。手駒に。まあ、コスト200だったら、全然1体でもね、間に合うことはできるんだけども。まあ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 、なんとか勝てましたね。ってな感じで、まあ、ベロマジラーニさえ入っていれば、まあ、こういう風に、立ち回ると。うん。立ち回って、まあなんかこう、運が悪くなければ。よっぽど運が悪くなければね。なんかこう、そう。なんかこの、例えば、イヌンダシオンがさ、マーキングとかさ、マーキングしに来ましたみたいな顔でさ、手駒に来なければ大丈夫ですね。勝てます、勝てます。はい。で、まあ、正直言うと、まあ、絶級はコンティニューできないし、かけらに余裕があったら、激級を回って、なんやったら、まあ、コンティニューとか、もう石ジャブ石ジャブオララ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 ラオラララララララってこう、石ジャブをして、周回して、デヴィ夫人を作るのがいいんじゃないかなと思います。まあ私は動画配信者なのでね、全属性作りますよ。そして全属性の動画出しますよ。言っちゃったぜ。言っちゃったよ。まあ結構しんどいんだけど頑張ろう。まあ正直言って強いしな、デヴィ夫人。うん。マダムデヴィ強いからね。まあ特におすすめなのはデヴィリエル。その次にデヴィクトリア。その次にデヴィスですかね。個人的な評論ではね。でも例えば、本家ビクトリア持ってない。あとエンデガーアナチン持ってない。欲しい。ジークリードを持ってないっていう人は、デヴィクトリアがいいかな。神場一応、フィニッシャーとして活躍できそうなんで。まあ、とりあえず今回この辺で終わろうか。うん。なんとか攻略できましたね。まあまあまあ、でも、リューパー以外でこれ攻略は多分無理じゃないかなとか思ってるので、まあ、基本的にデヴィ夫人、このマダム、なんかちょっとごめんなさいね。故障があやふえになってるけど、マダムデヴィ、ないしこのデヴィ夫人の攻略は、まあ、この動画一本で終わろうかなと思っております。では、まあまあまあ、他の攻略方法が見つかったら、まあ、やるかもっていった感じですかね。とりあえず今回はこの辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、マダムデヴィ、頑張ってね。バイバイ。